いつもとは違う雰囲気で配信をいたします。こんばんは。あ、そう、ちょっと前髪ね、いつもとね違う雰囲気で、というか今流しちゃったけど、ちょっと待っててね。あ、ねえ、お前みんな野球が今いいとこなんかごめんね、タイミングが今何回目。てかテレビでやってんのかな。ぜひあの野球見ながらでいいので、片手に野球、あ、片手に携帯、片手にテレビで、なんかおかしいな。あ、5回裏。おお、すごいね。みんながそっちに夢中になってる。でもそんな中見に来てくれてありがとう。こんばんは、今日は金曜日です。そう、今日はねちょっと薄メイク。え、今日木曜日。めちゃくちゃさ、今日金曜日の花金のテンションでおった。木曜か、すみません、それはそれは、ちょっと一日曜日が飛んでました。ねえ、みんなに突っ込まれる、ありがとう、突っ込んでくれてありがとう、これからも突っ込んでください。ということで、ただいまより、昨日は劇場公演でみんなありがとうございました。泉の生誕祭で昨日は配信できんかったから、今日は答え合わせショールーム配信で、昨日のあのいつもね公演前にやってる髪型いいねチャレンジの答え合わせをします。今日はです、昨日の髪型はですね、ちょっとあの説明しづらい、なんて言うんだろうね、あの泉に髪型何がいいっていう風に聞いたら、ツインテールって言われて、でもツインテールってこういつも高い位置でやっちゃうから、メイクさんと、じゃあちょっといつもと違う雰囲気にしようよみたいな話して、ある意味、まあ、ツインテールのアレンジ、なんかめっちゃ複雑というか、もう可愛いアレンジしてくれて、三つ編みじゃないんだな、正解はまあツインテールかな、ある意味わかりやすくツインテールです。まあちょっとこのアレンジ、なんかツインテールのアレンジとこの名称が難しいので、ツインテールで、ちょっと答え合わせいきます。ではコメント見に行きます。お下げではないんだな、ちょっとツインテールで、ツインテールならポンピンでいきます。 GO!、あ、初チャレンジの人いるねんけど、嬉しい。ちかちゃんこんにちは、初チャレンジです。いずみちゃんの生誕祭を盛り上げるための気合のポニーテールで、ブブー。ちかちゃんの可愛い写真を見たらこれ一択です。三つ編みでお願いします、ブブー。あ、2回連覇、おちょんぼとかあるとすごく喜びます、ブブー。2連ちゃんではなかったかな。ハーフアップは目立たないからポニーテール一択で、ブブー。チーム E のアミチュアンこと倉島アミちゃんがやってた角で、ブブーブブー、ストレートですね、ブブー。ツインテール一択でポンピーン。ね、野球大好き泉ちゃんの生誕祭だから、高校球児みたいな坊主頭かな、もしくはヘルメット風のおかっぱ、ブブー。スルー。
ブブー。あ、今年初の劇場なのでポニーテ見たいかな。ブブー。どうだったかな、楽しんでもらえたかしら。お、イズリンは高めのツインテールを要求してくると予想。わら、まあボンビーですね。最高、最近ずっと高すぎるツインテールで外しまくって、3月の髪型イネチャレンジ最低3回当てるっていう目標がほぼインポッシブルなので、シャットアウトを防ぐために置きに行きます。ハーフアップ。うわー、そのままツインテールって言えばピンポンポンビンだったのに。ブブー。みんな大好きポニーテール。ブブー。今日はド本命でツインテール、ポンピン、ハーフツイン、ブブー、ハーフツイン、ブブー、パッツンストレート、ブブー。あ、イズちゃんオーダーの高いツインテール、ポンピーン。何度ブブーでも諦めないポニーテール、ブブー、ハーフツインで、ブブー、ストレートに1119ポイント、ベッド、ブブー。あー、ねじりのハーフツイン、ブブー。ツインテールが見たいです、ポンピーン。あ、写真みたいな三つ編みがいいな、ブブー。巻き下ろしと見せかけてのハーフついで、ブブー。ストレートかな、ブブー。ストレート一択ですね、ブブー。あ、イズリンがセーラームーンツインやってたので今回はツインテールかな、ポンピーン。あ、なんだっけ、おさなんとかポニー、ブブー。あ、ツインテール予想でよろしくお願いしますって、成功、ポンピーン。ハーフツイン、ブブー。今日こそはお団子と思いましたが、生誕祭なので高めのツインテール、すごい。ズバリお団子や、ブブー。ツインテール、ポンピン、ハーフツイン、ブブー。泉ちゃんより可愛くキュアキュアの恋のツインテールしか、すごい、ポンピン。あ、その三つ編みすごく似合ってるから三つ編みと言いたいところですが、そんな簡単な引っ掛けにはなりませんよ、ということでポニーテール間違ってるやん、ブブー。三つ編み左右一本ずつ。あー、まあ、惜しいっちゃ惜しい。ブブー。巻き下ろしで、ブブー。ハーフツインかな、ブブー。ポニーテールだったら、ブブー。ツインテール、ポンピン。ハーフツイン、ブブー。三つ編みしてるから三つ編みは消し。泉からメンバーにツインテールを希望するで、ツインテールに5万点。ポンピン。お、じゃあ今日の髪型はツインテールということで、すごい、ポンピン。編み込み、ブブー。Maybe、ハイツイン。For today, big challenge. ハイツインってことは当てます、ポピン。お団子、ブブー。ポニーテール、ブブー。ハーフツイン、ブブー。見た目、ブブー。ポニーテール、ブブー。ツイン、ポピン。ツインテール500点、自信がありません。泣きって書いてるけど正解だよ、ポンピン。ポニーテ、ブブー。ポニーテ、ブブー。あ、写真と同じく三つ編み、ブブー。かわいさ満開ツインテール、ポンピーン。三つ編み、ブブー。チョコ入り一口チュロスツノヘア、ブブー。ツインテール、ポンピーン。ハーフツイン、ブブー。かわいいかわいい、ハーフツインテール、ブブー。なんだかんだのストレート、ブブー。ポニーテール、ブブー。ストレート、ブブー。お団子、ブブー。ポニーテール、ブブー。ポニーテール、ブブー。あ、公園でもぜひ見たいから三つ編み、ブブー。お、イズリン生誕だからな、ツインテールだな、ポンピーン。ポニーテール、ブブー。巻きのツインテール、まあ、ポンピン。サイドポニーテールが見たい、ブブー。髪型はストレート、ブブー。ポニーテール、ブブー。お、1本か2本か、ツインテールツインテール2本しかないけど、ポンピン。ハーフツイン、ブブー。安定のポニーテール、ブブー。サイドポニーでお願いします、ブブー。サイドポニー、ブブー。クマさんや、ブブー。ツインテール、ブブー。あ、ボビーだ。アフロ、ブブー。お団子、ブブー。ツインテール、ポンピン。ポニーテール、ブブー。クマ、ブブー。泉ちゃんのリクエストでツインテールと見た、ポンピン。ツインテール、ポンピン。ハーフツイン、ブブー。ま、きっとポニーテールやるんでしょって、ブブー。三つ編みかな、ブブー。それだ、ブブー。ツインテールでお願いします、ポンピン。ツインですね、ブブー。盛り上げに、ポニーテール、ブブー。ツインテールが見たいです、ポンピン。ハーフアップが可愛すぎたので、それでブブー。ポニーテール予想で、ブブー。写真にみんな影響されてる、三つ編みしか思い浮かばんくなったって、ブブー。お団子の髪型、ブブー。泉が無類の可愛さを見せてくれたセーラームーンヘア、二人お揃いで、ブブー。ポニーテール、ブブー。高めツイン、まあ、高めではないけどツインなので、ポンピン。巻き下ろし、ブブー。サイドポニー、ブブー。お、以上。結構当たったんじゃない？やっぱさ、この写真に影響されがちかもね、みんな。チカが三つ編みの写真あげちゃったから。
でもまあ言っちゃうと、ここであげる写真の髪型は C 品確率高そうな気もするよね。まあ気持ちなんですけどね。ってことで正解者は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,11,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,28人、28人でした。さすがです。いい感じの正答率じゃない。でもやっぱさ、安定にポニーテールお団子は多いね。皆様挑戦してくれて、楽しんでくれてありがとう。まあ当たらんのがいいのよ。あれは三つ編みではございません。あれは泉のリクエストでツインテールなので、当たりすぎてもね、ちょっとなんかレア感がないから、当ててほしいけど、まあ、でもそんな幕が開いた瞬間の会える楽しみプラス、今日の髪型なんだろう、ワクワクっていう楽しみも一緒にみんなで楽しんでもらえたらなと思うので、対戦ありがとうございました。皆さんナイスファイト。ツインテールのアレンジじゃない、まあ名前つけるなら。最近さ、あのストーリーでもあげたけど、ゆうりさんのさ、ビリミリオンっていう曲がめっちゃ好きで、ずっと聴いてる。だ。いい曲なんですよ。なんかお金で、お金を出すから命ちょうだいっていう曲で、あ、ちょっとなんか語弊生みそうやけど、老人が僕に言いましたっていう歌で、おじいちゃんが若い人の命をいくらで買うからくれって言うねんけど、でも命はお金以上の価値があるんだよっていう曲で、最後頑張れ頑張れ頑張ろう頑張ろうって言うねんけど、そういう曲大好きで、そうすごいね、いい曲なんで聴いてみて、みんなも。次の公演はピオちゃんの卒業公演になっちゃうので、だから多分ラスト流星っていうの、流星ユニット、多分ピオちゃんと最後の流星で噛み締めた。なんかメンバーもみんな、あ、やばい、しびれました、ほんでもってね、やっと今だったね。ウィーン、近め、あさってだね、18日って言いますので、数秒無言の時間になります。今苦しんでいます。
今苦しんでいます。オッケー、しびれ治った最後ね、ピオちゃんと立てるステージ、まあ笑顔で、多分ピオちゃん本人がボロボロになりそうな、わーってなっちゃいそうな予感なので、笑顔で見送れるようにできたらなって思ってます。そして私は昨日水曜日だったというのに、映画飯投稿ができなかったので、今から1日遅れて投稿したいと思います。ということで、みんな、テレビ、野球、片手にショールーム、片手にインスタグラムでお願いします。では今週の映画飯トークはこちらです。多分みんな知らんかも、多分しかも知らんかったかも、食べ物、多分その当時は映画作中はね分かるけど、こちらです。こちらの映画です。今回は一回ツイッターで、ああみんなが野球の興奮してんじゃんね、野球片手に、野球か、野球片手にじゃない、野球見ながら、ちょっと今テレビが見れる状況じゃなく、みんなの実況を見る誰、ビッシュ選手が今、じゃあ分かった、一回解説待つわ、みんなが興奮してるので。じゃあぜひみんなが実況してコメントで、みんなのコメント見るから教えて。じゃあこれは高くつくからね、みんなこの柏はボール投げてますって、まあ、実際さ、こういうスポーツってその場所に行った方がより興奮するしさ、興味持てるよね。あ、ダルビッシュ選手が日本で投げるのが多分最後かもなんだって。あ、そっか、海外か。これ携帯で見れるんかな、ツイッターとかで見れるのかな、野球実況。待って待って、アマゾンプライムで見れるよ。
見れた、携帯で見れた、今入れるかなと思って見まーすみんなが解説しようとしたらみんなが今大興奮されてるので、はい、見てます。音出てるやん、ちょっとちっちゃい音で。今は、懐かしいな野球。あ、バッティングセンターとか久しぶりに行きたくなる。絶対打てへんけど。こんなまっすぐに投げれません。汗汗。わあ、いいな野球見に行きたいな。また今年も行こうねってさっきポン先生と話してて。おお、すごい、めっちゃまっすぐ。ワンアウト。おお、綺麗に。全然詳しくないからそんな大したあの解説とかせずに本当に初心者の感想を今しています。おお、いけ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 、おお、ツーアウト。あと1回、あと1アウト。今夜飛び立つの？え？ね、次聞いたよ今日。今日ユウに会って。ユウもずっと見てた、うん、次アメリカですよって言って。おお、
素晴らしい、素晴らしいです。ではちょっと一旦あの映画見し投稿の方に行かせていただいてもよろしいでしょうか。皆さんちょっと投稿してしまいまして、いいでしょう、ありがとうございます。貴重なお時間、皆さんあの見た方がいいよって言ってくださってありがとうございます。本当にすごい、あのすごい歴史的瞬間を見れてよかったです。あと自分がアマプラ入れるんだってことに気づいてなんかありがたかったです。では、今週はですね、あの一回ツイッターでも紹介したんですけど、プリンセスと魔法のキスという映画で、これはディズニー映画の、まあ一見ちっちゃい子のプリンセス好きな子向けなのかなと思いきや、今この年齢になってもう一回見たらなかなか深いぞっていう映画で、まあディズニー映画って結構なんかそういうの多いやんか、深いなってよくちっちゃい時に見た時とはまたガラッと印象が変わってくる映画が多くて、その一つで、それこそちょっとこれちょっと間違えてるんですけど、自分にとってなんか本当に大切なものっていうのかな、ことに近いかも、ことを教えてくれる映画で、まあそれこそあのこちらちょっと解説間違えておられるんですが、舞台はアメリカのニューオーリンズで、棒が1個いるんですけど1個ちょっと入れ忘れました、ニューオーリンズという場所で、それこそ夢を追うティアナっていう子が、ある意味なんかプリンセスっていうっぽい人ではないんけど、その人がカエルの姿に変えられた王子様とのラブストーリーになってて、なんかプリンセスってもともとなんかお姫様の家庭に生まれる人もいれば、全くね違うかった環境からプリンセスになる人もおるねんけど、それのまあ後者の方で、なんか夢に向かって自分で努力して働く、夢をつかみに行くっていうプリンセスティアナが、プリンセスっぽくなく、プリンセスっぽくなくて新鮮で、なんかまた面白いディズニーのプリンセス映画の一つで、私カエルの王子様っていうのもなんかあるよね、そのお話が童話で、それとはねまた違う雰囲気っぽくて、その二人のラブストーリーにはなってるねんけど、なんか夢を追いかけてるティアナの姿を見てすごい胸打たれるというか、それこそなんか星に願いをのワードも出てくるねんけど、星はねなんか願いを、夢を叶える、星に願うと夢を叶えるお手伝いをしてくれるけど、あとは自分の努力で掴むんだよってお父さんがね、娘ディアナにかけてる言葉が感動的で、そう2009年の映画で、これねちょっと DVD を持っててですね、でその中でそのレストランを開くことを夢に頑張ってるティアナで、お料理が上手で、ティアナの得意料理のこのベニエっていうスイーツかな、もうほんまに見た目のこの感じで、もうドーナツみたいな、揚げパンみたいな感じの食べ物らしくて、めっちゃくちゃ美味しそうで、それこそドーナツ大好きだし、ドーナツ好きにはなんか食欲がそそられる作品です。だってさ、蜂蜜垂らして粉砂糖たっぷりかかってて、もう糖分の塊なんですけど絶対美味しいじゃんっていう、食べたことないしどこで売ってるか分からんねんけど、見たことないねんけど、ちょっとここにあるよっていうのあったら教えてほしいぐらい自分も興味ツインツイン。あーそうそう、シュレックもね、お父さんが、フィオナ姫のお父さんがねカエルに変えられちゃったりとかあるよねっていう映画で、でなんかまたニューオーリンズの街並みだったり、あとなんかジャズ、多分ジャズが好きなんだろうな自分、ジャズの曲調が、それがまたね素敵で、ぜひね、なんかでもそのね、自分の夢のために本当になんか夢を叶えるために何が
大切なのかとか、そういう優先順位とか、優先順位っていうのかな、なんかそんな自分にとってあこれが大切なんだっていうのを、やっぱ初めのティアナと最後のティアナで全然ガラッと変わるし、自分もああなるほどなってすごい響くし、深く考えさせられるし、頑張るって素敵だなっていう映画です。ぜひプリンセスの女の子が見るっていう、女の子だけにおすすめっていう映画ではないので、みんな見てみてください。そしてベニエが売ってるところがあったら教えてください。じゃあ今回のコメント欄のコメントは、何にしよっかな、え、すごい食べログを見たら名古屋でも食べれるお店ありそうなのって、ええー、ね、甘いものが食べれなくなってきたってな、そうなの？今回のコメント欄のコメントは、近くとしたいキスのシチュエーションでいい？ああちょっとそれは NG で。NG で、やっぱ女の子もいるのでね、みんな。だから、悩むな。ちょっとコメント欄のいい、ああ電気消えた。いいなんかコメント、こんなコメントどうっていうのがあれば。ねえ、キスしたらカエルじゃなくて何になりたいか、なんか言いづらいわそれ。いや好きなドーナツも思ってんけど、なんか今後また近絶対ドーナツの映画紹介するなと思って。ジブリ飯はって食べてみたい。なんでディズニーがジブリやねん、やねんやねん。あ、叶えたい夢か、これでも意外と難しい気がする。なんだろうな、あ思った、好きなディズニープリンセスって聞こうとした。今なんか女の子目線の好きなプリンセスだったり、なんか男の人目線の好きなプリンセスも聞いてみたいかも。なんか自分で言っときながらじわってんねんけど。コメント欄、そう今日の、じゃあちょっと一回みんなの好きなディズニープリンセス聞いてみようかな。まあ全然王道の知ってる名前でもいいし、例えばさ、シンデレラ、白雪姫、ベル、ジャスミン、アリエル、ラプンツェル、それこそティアナもそうだし、あとオーロラ姫、ムーラン、めっちゃいるよみんなの。じゃあ知ってるじゃん、あの分かんないって人たち、唯一知ってるプリンセス名でいいからちょっと教えて。ぜひぜひ女の子も教えてください。じゃあコメント欄は好きなディズニープリンセスのお名前で。プリンセス近子でも OK にしてあげる。じゃあ、じゃあ楽しみにしていますね。配信終わってまた、あの野球が終わって落ち着いてから大丈夫なので、コメントに書いてください。ではみんながなんか今日は野球見たそうな感じなので終わるか。今日は優先順位が野球に負けちゃって寂しかったな。ありがとうございました、みんな。この歌詞は大きいからね、みんな。昨日カメラマンのなりちゃんからバレンタインの
お返し、バレンタインにチョコをあげてんけど、まあ、チョコっていうかクッキーやねんけど、チョコチップクッキー作って渡したらお返事くれて、そして付箋が貼ってあって、チカちゃんみたいな、あ、これいっぱいメンバーに渡してんだなって思ってお礼言いに行こうとしたら、まさかの吉野と出会って、え、吉野ももしかして、あ、一緒ですねみたいな、でありがとうございますって言いに行って、でその後にこう、もうでも付箋かみたいなテンションでこう開けてみたら、すごいね、そのチョコが入ってて、まあ当たり前やけどチョコが入ってて、そのチョコの味がピスタチオで、なるほどと思って、これ味分けでなりちゃんやってくれてたから、これはちかちゃんの分っていう風にしてくれてるんだって思った瞬間に、帰ってキュンってして、すごくない？すごくない？これはちょっとさすがになんか帰らないとわからんプチサプライズで、なんかちょっとあのキュンってしたエピソードでした今。いやこれはね、そうモテる、そうメンバーによって多分味を分けてるんだろうなみたいな思ったら、これはキュンですしたエピソードでしたすごくない？なんかさすがだなって思いましたっていうエピソードです勉強にならんでいいよみんな、それぞれのでもチカがね、みんなにキュンってするポイントは、こう公園のお見送りの時にありがとう見てたよって言ったら、こういう風に指ハートしてくれてるチカみんなを見るとキュンってする、可愛いなって思ってますっていうエピソードでした。またねえ、早くみんなに会いたいな大きいコール聞かせてね、すごいね、近くおって聞こえるの嬉しい。ありがとうみんな。ではそろそろみんなが野球見たいってコメント越しになんか伝わってくるので終わりますありがとう、おやすみみんな。あ、ラスト1週間ファイティンです、おやすみ。あ、白黒の理由は、まあまあまあそのうちわかるのでわかるので、ちょっとまた答え合わせするね。ありがとう、白黒配信どうも、バイバーイ。